クロサギ、主演ヒラノシオがアマゾンプライムビデオから排除ファン騒然の謎。日本の俳優ヒラノシオが主演した TBS ドラマ、クロサギが動画配信サービス、アマゾンプライムビデオで不自然な姿なしにされているという疑惑がファンの間で広まり、騒然としています。この出来事が、 ファンの間で様々な憶測や不信感を呼び起こしており、今回の記事ではこの謎に迫ります。黒詐欺は平野志洋が主演を務めた TBSK のドラマで、詐欺師黒詐欺としてプロの詐欺師を騙す役を演じました。このドラマは2022年10月から12月まで放送され、平野の俳優としてのキャリアにおいても重要な作品となりました。 また、11月4日にはキングプリンス、キンプリとして活動していたグループが分裂し、平野紫耀が解除するという発表もあり、ファンにとっては複雑な思い出が詰まった作品でもあります。Amazon プライムビデオの黒詐欺。 ページの異変しかし、驚くべきことに、この主演作が配信されている Amazon プライムビデオの作品詳細ページにおいて、平野仕様の姿が全く見当たらないという異変が発生しています。この異変についての詳細を見ていきましょう。 サムネイル画像の不自然な排除アマゾンプライムビデオの黒詐欺作品詳細ページでは作品自体の説明文として平野仕様が TBS ドラマ初主演との紹介文が掲載されています。しかしながら全週話文のサムネイル画像において主役である平野仕様の姿が一切映っていないのです。ファンたちはこれを不自然な排除と受け止め 疑念を抱いています。メインショットの謎さらに、同作品のトップページに表示されるメインショットも、なぜか共演者の黒島結再三の顔のアップだけが映っており、平野仕様の存在が感じられない状況です。他の動画配信サービスであるフ l ルやウネクストバーブを平野仕様が映っているため、ファンはアマゾンプライムが急ジャニーズに忖度をしているのではないか、と疑念を抱いています。 出演者情報の不備さらに、この、クロサギのアマゾンプライムビデオページには、出演者情報として、平野仕様、キングプリンスという記載が残っており、彼の全所属グループの名前も一緒に掲載されています。この状況に対して、ファンは様々な批判を浴びせており、アマゾンプライムビデオの姿勢に疑念を抱いていることが伺えます。 ファンの反応この異変に対して、平野紫仕様のファンからは様々な反応が寄せられています。一部のファンはアマゾンプライムビデオを大会したと報告しており、これが影響として現れつつあるようです。ファンの声、アマゾンプライムが旧ジャニーズに忖度をしていると囁かれているようですが、違和感しかありません。平野紫仕様さんの性根込めた作品なのに、悲しいです。 エピソードのところが他の俳優さんなのはありだと思いますがトップ画が主演じゃないのは違和感。アマゾンが急ジャニーズに忖度し、やめジャニの画像を掲載することを躊躇したのかもしれませんが、平野仕様、キングプリンスという箇所も訂正した方が良さそうな気もします。 結論、現在、黒サギ主演の平野耀がアマゾンプライムビデオのページから排除されたという異変について、ファンの中で不信感や憶測が広まっています。一部のファンは、この出来事に対する不満からアマゾンプライムビデオを大会するなどの行動に出ており、その影響も少しずつ現れています。この問題についてアマゾンプライムビデオからの公式なコメントはまだありませんが、 ファンの声や不満が広まっていることを受け、今後の展開が注目されます。平野紫耀のファンや関心を持つ人々にとって、この件は今後も注目され続けることになるでしょう。